トヨタ9月から10月に追加で約40万台の減産部品供給不足でトヨタ自動車は10日東南アジアでの新型コロナウイルス感染拡大に伴う部品供給不足により9月と10月の生産計画を見直すと明らかにした今回の見直しは8月19日公表の計画変更の追加で世界の生産台数は8月時点の計画に対し 9月に約7万台、内訳が海外4万台、国内3万台、10月に約33万台、内訳が海外18万台、国内15万台の減産となると、2022年3月期、通期生産台数見通しはこれまで930台としていたが、今回の減産により、900万台レベルと なるるとと見込んでいると11月以降の見通しは不透明としつつ足元の需要は非常に高くこれまでの水準を維持した生産計画を織り込んだ前提となっているというなお、通期営業利益見通し2兆5000億円に変更はないということですが、えーまあ、車だけじゃなくて今さまざまな 工業製品ですよね海外の工場の、えー、創業提示等とかで、えー、影響を受けていますと、えー、消費が、えー、回復に、えー、回り始めてもも、ね、のがないというのがせっかく利益を生む機会を無駄になってしまっているということで、えー、現在、えー、新車がです、ね、生産待ちで 手に入りにくいものっていうのが増えてきましたし、ね、納期がかなり先とか、まあ、車だけじゃなくて、まあ、家具だとかその自転車とかですかね、それにもなんか影響が出ているということで、まあ、海外製品のものはいつどうなるかわからないという状況で、なかなか厳しい状態でありますけど、まあ、需要があるのに、ね、生産ができないっていうのは、ね、なんとも。 はがゆい状態ですね、ということで、まあ、新車だけでなく、半導体不足によって、故障した際の部品がなかなか手に入らないとかね、そういうこともあるとは思うんですけどもね、うん、まあ問題はこの後ですよね、挽回生産で、えー、残業が増えたりとかね、あの振り替出勤が当たり前っていうね、従業員の方もね、大変になると思いますよね。うん、特にまた、ね、下請けの 方とかも、ね、絞られてしまったりだとか11月以降というのが、ね、相当、ね、こ,れこのままだと、ね、忙しくなってしまうので、ね、かなり、えー、厳しい状況かなと思いますね。ということで、えー、本日のニュース、ためになったという方はチャンネル登録、高評価をいたします。ででではは次のニュースでお会いしましまょううそれではさよなら